皆さんどうもこんにちは、ひななのです。天使だよ。ちょっと待った、アリス。参上。天使の補助の座はいただいていくわ。待つのだ。私がその座に居座るにふさわしいのだ。あんたたちは何を言っているんだ。もっとわかりやすい言い方はなかったんですか？そんなんじゃ説得力にならないよ、二人とも。リリカも同じだと思うけど。今日は賑やかだね。ごめん、もうちょっと焦って。天使、実況補助の座を私に譲りなさい。なんでだよ。プリンを付け足してあげるから。だからダメだって。この上海人形を譲ってあげるから。だから引き返しにがおかしいって。かけるものが違うと思う。そもそも誰もいらないでしょ。そんなのもらっても嬉しくないのだ。あんたたち全員ひれ伏せなし。うわお、見事な三人抜き。なんか最後ひれ伏せとかとんでもないこと言ってなかった？なんかこのままだと私とシャメイマルも同じ餌食になりそうじゃない？そうなる前に逃げますか。戦略的撤退だね。一体どこが戦略的なのかしら。さて、天使を守れたところで実況に戻ろうか。私はなんだか複雑なんだけど、そこは気にしたら負けってやつだと思う。今回はプラン19を使うよ。あれ、メルランの予想が外れちゃったね。そういう時もあるさ。まさか適当に選んでいるってわけじゃないよね。それでプラン19のレイアウトはこちら。敵が2つ、車両基地が1つのレイアウトだよ。基本は伏線だけど、上側は少しだけ伏線区間なんだね。地上駅のポイントレールの配置も普通とは違うからね。そして作業の内容としては、まずは降下区間の改良、鉄橋の置き直しをする。その前にいつものボード削除だよね。おっと、その通り。地上区間でも、ポイントレールの配置変更とかレールの位置修正とかをして、地上駅に駅舎とかを付け足して、踏切を配置したり、河川張りをしたり、さらには建物を配置したり、アルファ扱いの作業を最後にやって、今回のリメイク作業は完了だよ。アルファ扱いって。それじゃあリメイク作業、やっていこう。お。さてさてさて、まずは安定のボード削除から。そしたら右側の降下区間の橋脚の向きが逆だから、それを反転させるよ。逆向きで置かれていたってことか。降下駅の改札口と、前方配置、すでに配置されていたホームをどかしてレールをつなぎ直して、その左側にはガーター鉄橋を配置、トラスじゃないのか。島式ホームを改めて配置、結局最初のやつは捨てたのか。設備関係もいろいろ配置しておきましょうかね。次に上側の車両基地へつながるポイント。どの線路からでも車両基地へ入れるようになっているね。実物のトニックスレールで組む分には問題ないんだけど、シミュレーターだと若干のズレが生じてしまう。だからポイントレールを取り除いて、配置を変更し直していくよ。カーブのポイントレールも使うの？実はこのカーブポイントレール、離れていてもガチャンと繋がってくれないんだよ。しかも驚くことに伏線感覚で噛み合わない。レールシムだと普通にできるのにね。うんまあそうなんだけど、車両基地側の配線変更が終わったら、地上駅側のレールも一度取って、繋ぎ直すよ。と言っても、どこにでもありそうな2面4線の配線に変えただけなんだけどね。リレーラーレールは踏切に使うのかな？駅舎と古線橋を足して、リレーラーレールは踏切に活用。リソースから警報音のデータを変えて、自動センサーで設定をしてあげて、レール上に配置したら次の作業だよ。その作業は河川張り。そういえば、トニックスの河川中って、そのままだったらパンタと接触しないんだったよね。その通り、ちなみに3の時代だった時は、アイマジックの河川中でもパンタと接触しなかったんだよね。ちなみにトニックスの河川中を3下げることで、パンタと河川を接触させているように見せることができるよ。河川中のレイヤーを作ってから河川中を配置していって、高さをあらかじめ下げてから河川張りをしていくよ。それができたら、沿線にストラクチャーを、気が済むまで配置、気が済むまで。あとは信号機。ちなみに今回も信号機の自動制御は行わないよ。それがこっちとしては普通だし、いいんじゃない？時間帯の変更に伴う天球テクスチャーの変更と、編成の設置、あとはステータスの設定をして、今回の作業は終了だよ。さあ、デュアーへ行ってみよう。デュアーの世界へようこそ。その挨拶、今までに何回言ってきたんだろうね。むしろそれ以外の挨拶が思いつかない。それまずくない？さあ変更前の様子を見ていこう。地上駅のポイントの配線はこう、折り返すことができる配線だね。車両基地へ繋がる場所はこのようになってて、ズレが生じている。しかもなぜか降下駅の方もなんかおかしい。そしてリメイク後、地上駅の配線はシンプルに、駅周辺はビルを中心に配置したから、都会っぽい感じになったんじゃないかな？車両基地へ繋がる場所はこのように変更。車両基地に入るまでが大変そう。そして踏切とガーター鉄橋。あれ？そこまで悪くはない感じだぞ。じゃあ全面展望をしながらコメント返信をしよう。どの車両かな？あの緑色の電車だよ。E233 系か。それじゃあ返信していくよ。うわなった。って心配するところそこ？マニュアルを見れば大体わかるよ。すごくざっくりとした回答だね。天使はわかる？頭から花を咲かせるってすごいよね。四季を一度に楽しめる。この発想はなかった。20でもよかったんだけど、あえて別の車両にしたよ。なんか河川中がテーマに合っているって感じがするよね。ご無沙汰しております。今回のコメント返信は以上だよ。たくさんのコメント、ありがとうございました。それで、あの橋脚は最初向きが違っていたんだったよね。そうなの、見事に逆向きだったの。ユアー上で走らせる分には問題ないけどね。
これで一周だね。今地上戦を走っているのは、205系と E233 系、どっちも最強戦カラーの車両だね。でも今回は特にこだわりはないという、自由はいいことだよ。何でもかんでも自由だと面倒だけど、否定はしない。2周したし、そろそろ別視点に切り替えようかな。パート7はレイアウトのサイズが基本狭いから、1周する時間が短いね。工夫次第では短いレイアウトサイズでも、繋げるレールの数とかで時間のかかるレイアウトになったりする場合があったりなかったりするけどね。確かに私の担当したレイアウトも、そこそこ時間がかかるレイアウトだったっけ。あれ、まさかの覚えていない感じ？うまいこと停車できるかな？ちょっと出しすぎかな？いやもうちょっと強めかな。今頃車内で転倒車が出てそう。制御方法を変えたら凄まじいことになるよ。それいつものあれだ。ご乗車お疲れ様でした。そういえば、残りのレイアウトもあとわずかだけど、残りのレイアウトってどんな感じになっているの？そりゃもう、様々だよ。大きなキーワードとしては、一つだけ転車台があるってところぐらいかな。なんか線路数の表記に疑問を感じるんだけど、これは聞かない方がいいのかな。話し出したら次回以降の対応に困るからやめておくべきじゃないかな。気にするところそこかいな。それでは私たちはこの辺で、また見に来てねー。